あの、バスケットボールのワールドカップがめちゃくちゃ暑いっすね。うん。なんでね、あのー、最近ね、見てるんですけれど、あのね、あの、僕ね、スポーツ観戦全般好きなんですよ。で、特に好きなのが、 サッカーとラグビーね。この二つはね、もうめちゃくちゃ好きなんですけど、他のスポーツはね、なんかあんま知らないのよね。あんま知らな、ね、い。あ、まあ、競馬も好き。まあ、競馬スポーツと含めるならば競馬も好きなんだけど、あの、他のスポーツはね、あんま知らないんですよ。まあ、オリンピックとかの時にちょっと見るかな程度のね、あの、もうクソにわか、クソにわかなんですけど、バスケのね、ワールドカップは、まあ、やってることは知ってたんだけど、ま、あそんなに注目はしてなかったんね。なんだけどね、あの、先日のね、フィンランド戦、 あれ僕ね、あの第3クォーターの途中から見てたんですよ。あのたまたまね、チャンネル合わせたらやってて、でなんか逆転しそうだったから、おっ、暑いなと思って見てたらね、逆転してね、勝ってて、うん、あの昨日あったね、あのオーストラリア戦はね、まあ、惜しくも負けてしまったんですけれどもね、これね、めちゃくちゃ熱いですよ。あのねあの僕の中でのバスケットボールの、日本のバスケットボールのイメージって、あの、まあ、世界の国と比べたら、すごい弱小国。 うんまあ、全然世界には歯が立たないオリンピックにも全然出れないみたいなそういうイメージだったんですよ。うん、それがねあのワールドカップでまさかの、ね、ヨーロッパの国を相手に勝つっていうのはこれはねこれがとんでもないことだっていうのは、まあ、このねあのバスケほとんど知らない僕でも分かるんだけど。 いやーね。で、オーストラリアとかさ、もう、もうめちゃめちゃ強豪じゃん。オーストラリアめちゃくちゃバスケットボール強いイメージはあるんだけど、あの、それに対してね、あの、途中ね、あの、20点、30点差ぐらいつけられたのが、なんか15点差ぐらいまでね、追いつこうとしたりとか、すごいなんか、いや、なんか日本のバスケットボール今熱いなって思ってね、なんか逆に今の時期が一番見てて楽しい時期かもしれないなっていうふうに。 思いま,したね、まあ惜しくもねあの1次リーグでは敗退したんだけどもねこっからあのパリオリンピックのねあの切符を巡る、ね、熱い順位決定戦があるからあのまだねあと2試合ぐらい日本戦うからね <laughs> それもねあの注目してみたいなって思っているんだけれどもうん。やっぱ ルイ選手がいないのはね、ちょっと残念なんだけどね、あの、渡辺勇太選手とか、あとなんかホーキンソン選手っていう人ね、あの、この前初めて知ったんだけど、あの人ね、日本に帰化した人、すごい強いですね。うん。いや、なんでね、あの、これはね、どんどんまだ日本のバスケットボール、これからどんどん強くなっていく、今が一番面白い時期なのかなっていうふうに思いましたね。あの、<laughs> ちょうど、これもう、25年ぐらい前のサッカーみたいな状況なんじゃないですか、これ。 ね、あの日本が、ね、ワールドカップに行けるかどうかみたいなねフランスワールドカップ行けるのかどうかって感じでねあのジョホールバルの歓喜で岡野が V ゴール決めたみたいなあの時のサッカー日本代表を僕はリアルタイムで見たかったなってめちゃくちゃ思ってるんですよ当時僕3歳ぐらいだったから全然分かんなかったんだけどワールドカップに出てこれから強くなっていくぞっていうねサッカー日本代表を、ね、すごい応援したかったなっていう思いがあって。 いやだからね、あのまあ、もちろん今のサッカー日本代表もめちゃめちゃ面白いんだけど、あのそういう時期をね、あのー、今まさにバスケがそういう時期なんじゃないですかっていう感じがね、あのー、にわかながらにね、思いましたね。はい、という感じでね、だから、これ次のね順位決定戦、うん、あとなんか明日だか明後日だかにあるから、あのー、ぜひね、注目してみたいなと思いましたね。うんなんか <laughs> ところどころの小さいところの差でね、点数がね、あの差が20点ぐらいついちゃってるんだけどオーストラリア戦見たらだけど全然ね、細かいところ負けてないしスリーポイントとかもどんどん決まるしフリースローもね、めちゃくちゃ正確だったしいや、なんか熱いなっていうふうに思いましたね。でバスケットボールのでね、世界でここまで戦えるっていうのはね、うん、本当にすごいなというふうに語彙 <laughs> 力があんま詳しくないからそんなに語れないんだけどうーん、思いました。うん、なんでね、やっぱ <laughs> いろんなスポーツで、ね、日本が、ね、活躍するのは、ね、非常に愉快なんでね、あのー、まあね、あのー、ちょっと注目してみたいなというふうに思うんで、まあ、見てないよっていう人もね、あのバスケのワールドカップで、ね、マジで暑いからね、あのーちょ、沖縄でやってるんですよね、なんかインドネシアとなんかどっかと日本の共催で、日本では沖縄でやってるんですけど、あのー、<laughs> 夜8時半ぐらいから、8時とか8時半とか、そんぐらいからね、あのー、やるんでね、ぜひね、日本をね、応援したらね、いいのかなというふうに <laughs>。 <laughs> 思いましたはいそんなそんなそんな近況近況です僕の近況ですはいお疲れさまです